楽しみにしておりますけど、はい、さて火曜日のレギュラーゲスト今行くよクルーさんご紹介しましょう。どうもこんにちは。知っております、聞いております。北原誠二さんといえば、今のこの時期ですと、はは、のすい鼻にちょっとかかって、妻というのはノースあのうちの母から聞いております、ね、今それひょっとしてノースウィンドと発音なさったんですね。ちょっとまずかったですか、なんか増水のように聞こえてもいいですか。カニ増水みたいな。まあ、もうこの時期が時期や、でも不安でした。もうすごかったですよ。私レコードも買いましたしね。ゆくちゃんね、大好きだったんです。もう今日はドキドキしてますね、はい、よろしくお願いいたします、はい。そして今日のゲストは、ハイヒルのリンゴ桃子さんをお招きしました。よろしくお願いします。人の家みんなは好きですからね。そうでしょ、人の家大好き。大好き。自分の家で結構嫌なもんでね、タクシー乗った時とかにね、運転手さんが、あのベッドの位置よろしいなとか言われたらね、なんでこの人私の部屋のベッドまでしてんやろとか思うでしょ。テレビを見て知っている。そう、あれびっくりしますけどね。ところでハイヒールのお二人だと北原健二さんのその若い二人の頃っていうのはまだ生まれてなかったと思う。生まれてなかった。私らのアイドルって言うたらやっぱり新御三家とか西城秀樹さんとか、あの年代になってしまいました、うん、あれが小学校6年ですもん。だいたいその頃から自分の意思であのテレビを見たり音楽を聴いたりする年でしょ。うで、ね、なるほどね。小学校の高学年、その年にちょうど私あの北原さんの若い2人とかね、ふるさとで話を聞こうというこれのあたりでございましたけど、若いですよね、はい、はいはい。そしてその北原健二さんのお宅を訪ねてくださったのは三照と夢之助さんです。はい、どうもよろしくお願いいたします。もう本当にね、今日もう喋りたいことはいっぱいございますけども、この辺で失礼いたします。なるほど、よろしく。早いですね。もう大勢さんでございます。それではお待たせいたしました。ご紹介いたしましょう。北原健二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですよ、今初めて北原さんを紹介したんですよ。そうです。私はもう紹介が終わったもんだと思ってこちらへ目線を振っておりましたよ。知ってましたけども、ね、いやいや失礼いたしました。もう今年で歌手生活星さん30周年を迎えましたね。お迎えになるということで。でも若いですね、はい、ねえ、もうアイドルのまんまって感じですけど、そんなことないですけど、この7月が来るとね、ちょうど丸30年ですね。そんなになりますかね。あの大ヒット曲のその若い二人は、はい、がデビュー曲なんですか。いえいえ、あれは3作目ですからね。昭和37年にあの歌が出たんですね。で36年に僕はデビューですから、ちょうど3曲目ですね。でもこれが80万枚ですか。80万枚ですよ、ね、そうですね、まあ今の時代だったら、その80万ってのはちょっと考えられないですけどね。あの当時はね、もうそういうことは、ね、よくありました、まあ、今で言うと500万枚ぐらい抜いちゃいますね。いや、まああるでしょうね、それにプロマイドもよく、はいはいはい、本当ですよね、机の中に入れていました。北原さんの同期といいますとどういう方々がいらっしゃるんですかね。ですね、まあ、辞めた方もたくさんいますけど、橋幸夫君とか、飯田久彦君、それから松島明とか、スリーファンキーズとか、中曽根美紀ちゃん、それとか伊藤ゆかりちゃんとか、中尾美恵ちゃんとか、あの、なるほどね、やっとしてきてる。やっと分かってきた。やっぱりあの、生まれてませんでしたね。スリーファンキーズって日本人ですか。日本人じゃないですか。まあ、何を言ってる。もう何40年ぐらい生まれ。大そんなもんです。そんなもんですよ。じゃあそうだね。分かんないな。でもスタジオの奥様方はしきりに、懐かしがっていらっしゃいます。はい、さあそれでは早速お宅の方を拝見してまいりたいと思いますが、す、ね、夢之助さん、このお宅はどちらで、はい、もう東京のど真ん中ということでございますね。わかりました。もう東京で言えば真ん中というところでございます。皇居は言ってます、ね。皇居はね、いや真ん中って言ったら誰しも、取材申し込んでるんですけど、なかなか皇居は行けませんね。ちょうど文京区に当たるところでございます。一つご覧になっていただきたいと思います。素晴らしいところでございますね。参りましょうか。はい。というわけで、あの北原健二さんといえばですね、なんと言いましても、あの若い二人という歌、素晴らしいヒット曲でしたね。君には君の夢があり、僕には僕の夢がある。いいしですね、君には君の夢があって、僕には僕の夢がある。当たり前じゃん、そんなもの。夢は誰だって思ったらよ、本当に。あの、すいません。そういうわけで、今回はですね、ちょっと行ってまいります。このお宅でございますね。はあ、なかなか素晴らしい重量感あるような、あ、素晴らしいお宅でございますけども、大変あの北原健二さんというのは気さくな方でございますんでね、表札もマジックで書いてるという実に気さくな方でございますね。気さくでございますから、呼ぶとすぐ出てくるんじゃないかというぐらいに気さくでございますね。おーい、北原くん。
よー桜方でございます。あ、すいません、お邪魔いたします。いやいや、よろしくどうぞ。これもったいない、もったいない。いやいや、もう本当にありがとうございます。いや、素晴らしい。もう一つ、あ、恐れ入りますが、あ、まだあのできてっていうか、建てて新しい。そうですね、はい、ですからお庭がまだちょっとまだあれですね、これからこのお庭がいろいろどうなるんですかね。芝生を、稼ぎが出れば、まあ、芝生も植えられる。稼ぎがなきゃダメだと、ね、何をしますか、何をしますか。30年からずっと稼いでて本当に。で、こちらがガレージで、そうです、ね、もうシーマがドンとね控えておりますけど、これはちょうどチックでいいんじゃないですか。チックでいいですか、このチックで、チックでシーマと、はあ、チックでシーマ。何やったんだよ。静かでしょ、でもこれ。静かです、もううるさいのは北原さんだけですから。ない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 。静かですからね。じゃあ一つ、はい、よろしく。どうぞよろしく。すいません、お邪魔いたします。あ、どうもお邪魔いたします。すいません。あ、は。どうぞどうぞ。あ、でこう、あ、そっか、そクローゼ。だから、いや、これはあの下駄箱。下駄箱、あ、下駄箱、ちょっとして。あ、あ、下駄箱。あ、あ、これ全部バッと。汚いね、しかし。ご家族のということでございますけどね。家が新しくて、中身が汚い。何をおっしゃいますか、どうぞ。どう、失礼いたします。すいません。あ、これ刑務所のね、慰問の仕事何回か行ってるわけですよね。代表で、あの、いただいたんですよ。慰問だけですからね、僕は勤めに行ったわけじゃないですか。これは、これはトイレですか、そこ。これお手洗いですか、はい、玄関とまた違って随分広く取ってますね。そうですね。こちらが問題、はい、今でございます、はい、どうぞ。失礼いたします。すいません。あ、すいません、失礼いたします。あ、明るいですね。はあ、これはあれですか、こう全部続いちゃってるという形になりますね。そうですね、奥が和室で6畳、はい、6畳で、これが15から20、うん、もう軽く超えてますもんね。そうですね、でこちらにはその去年ですか、あの引っ越してきたというのは。一応荷物入れたのは8月、去年の8月ということで、はあ、でその時も僕はもう1ヶ月近くいなかったから、ね、ああなるほど。だから変なもんですよ、あのなんか人のうち来て寝てるみたいな。ああ、まあちょっと慣れないとね、はい、そう。どのぐらいの坪数でございますか。これ50ぐらいあるんじゃないですか。50ぐらい、ああすごいですね、まあ、買えば、まあ現金で買えばすごいでしょ、この辺だと。大変ですわね。千正君でも買えないんじゃないですか。いやー、ご苦労さんでございますよ、本当に。僕これあの普通だるまさんっていうのはだるま和尚つって一番位の高い赤を着るんで、赤いだるまが多いんですけども、白いだるまって珍しいですね。これね、不安の方がね、はあ、持ってくれたんです。あ、そうです。ですから大事にしてね、はい、ここでやっぱりこう願をかけて、願をかけて、そして早くもう一つ目が入るようにと、うん、もう一度やっぱり一塁ベースに行かなきゃいけないんで、で一塁ベース行けたら僕は入れたいなと思う。なるほど。で僕は驚きましたので、ね、いきなりパッと玄関とパッと見たんです、ここ入ってある、これお相撲のですね、大筒関ね、がまあ兄弟みたいに付き合ってますんでね。あ、そうですか、大砲部屋の大筒、ね、大筒というのはもう名前の通りに、その角界で一番でしょうね、素晴らしいんだそうですね。もう大砲親方が、お前すごいなって言ったって言うんですか、あの親方が言ったってんだから、これは本物でしょう。本物なんでしょうね、自分で踏んづけたって話はありますよ。そういう噂もありますね。まあでもね、世の中山椒は小粒でもピリリと辛いって言葉があるように、大きけりゃいいってもんじゃないでしょう。ごもっとも、ごもっと、まったくごもっともの、ご意見でね、ほら、もう立派なもんだもんね、そらもんですよ、大変それぞれの人生があっていいんですよ、大変ですよ、なんてね、で、いろいろと、またトロフィーがありますんで、ちょっとそっちの方へ、ちょっと見て、はい、みたいな。もう1963年ですか、人気投票で第7位と、数ある歌い手さんの中からこの時7位ということなんですが、あの当時のじわじわじゃないんですね、あの若い二人は枚数としては80万枚売れましたね。その次に、若い明日っていう歌があったんです。これも30万枚売れましたね。39年にあのやっぱりふるさとの話をしよう、とじゃあ結構その時代の時にはずっとヒットが出てるんですよね。40年の前半ぐらいまではまあなんとか持ちこたえたんですけどね、ずっとヒットが出てて、はい、その後全然売れなくなって困ったんですね。何をおっしゃいますか本当で、このピアノは30年。そうですね、だから新しいところにこう引っ越してきましたけど、家が新しく、そしてピアノが古いと、私の歴史を知ってるわけです。本当です。物は言いませんけど音で言ってくれますから。砂山に騒ぐ潮風、
かつお舟入る浜辺の夕焼けが海を彩る君の知らない僕のふるさとの話をしよう。いやー、こだわらない。いや、本当にありがとうございます。さすがに。あ、じゃあこちらちょっとまたじゃあお話を。本日はむさ苦しいところへお越しいただきました北原健二さん、奥様でございますが、北原でございます。よろしくどうぞ。あ、もう拝見いたしますとやっぱりあれですね、ピアノよりは新しいですね。そうです ね、 ね、だいぶ新しいんじゃないですか。大変なもんでございますね。えらいもんでございます。8年ほど新しいから。あ、そうかいね。あ、そうですか。44年ですからね。22年ですか。ってことはなかなかヒットが出ない時に今度は逆に結婚という。そうですね。どこで知り合ったんですか。あの、乗り物関係だったんで。どんな乗り物だったの。空飛んでました。あ、じゃあスチュワーデスさん。偶然ですけど ね、 ね、それから何回振り合わせたか、はいはい、男と女の ね、 ね、エンテナもこれは分かりません。最初がお茶のつもりがお寿司ごちそうになったのがいけなかったのかなと思います。これも銀座で有名な寿司屋。ああ、寿司屋行って一番稼いでる時ですか。はいはいはい、ガーンと結構寿司、はいはいはい、それに釣られちゃったっていう感じです。ああ、そうなんですか。あのね、僕は、ね、食べ物に弱いから。奥様の目から見て亭主関白の形になるんでございますか。見本のような。見本、はい。はい、レッテルあります。見本ですか。本当にね。それじゃあ一つ今度は、はい、ちょっと台所を、はい、お願いします。お願いします。はい、すいません、ちょっとここがはぁ寝室というところでございますけども、いやー広いですね、これは。広いですね。何にもないですね。で、何もないからもっと広く感じますよ。そういうことですよ。何もないって結構あるんですよ。これ単純でテレビもあるでしょ、ね、で、これ、まあ、古臭いですね、この三面鏡は。恥ずかしいですよ。見事ですね、これ。もうデビューした時から持って歩いてるんですよ。デビューした時から、ね、30年、はい、ほんまに。じゃあ心が映ってたんですね、ずっと30年の。へえ、しかし偉いですね、それを取っとくというのが。古い人間なんですかね。ございますね、本当だね。で、こちらに汚いですよ、中。ああ、なるほど。いろんなのつってあるでしょ。はあ。奥様はですね、奥様はじゃあどの辺に寝るんでございますか。いや、寝てないんですよ。え、下で寝てるんです。下に寝てるんですか。はい。え、一緒のお部屋じゃないの。ないんです。ずっとでそのつもりでいるんだけど、来ないよ、こっち。僕はものすごい寝言言うらしいんですよ。寝言。寝言。危ないですね。そう、危ないですよ。あ、危ないですね。危ないんですよ。あ、そうですか。はい、危ないんだ。だから私は、まあ、あの、競馬によく行きますからね。はいはいはい、競馬にはいろんな馬の名前ありますから、ね。馬の名前が。そうですよね。吉子とか純子とか。それはいっぱいいますよ。明美とか、そんな馬があるかいの。そんな馬があるかいの、本当に。そうすると結婚以来寝室は奥様とは別々なんですか。不思議ですね、ずっと。よく2人生まれはりましたね。ほんまにね。あ、その一番の理由というのは何ですか。あの、時間帯が違うでしょ、やっぱり僕はもうやっぱりこの世界に住んでますから、あの、遅いですからね、夜どうしても、して向こうはやはり子供の頃のこともあるし、もう6時にはね、起きなきゃいけないでしょ、して僕が、あの、神経質なんで一回起きるとね、昼寝できないタイプなんですよ。だから起こしたらかわいそうだみたいなことで、そして、あの、離れて、なるほど、離れて住んでますよ。寝言以外にもそういう理由がちゃんとあるんでしょ。あるんですね。ね、いや、寝言言うらしいですよ、本当に。すごい大きな声だ。それもね、あの、言えばちゃんと答える寝言だから、さ、立ちは。そんな人いますね。耳元で言うとちゃんと答えるって言うんですから。すごい寝言ですよ。すごい神経質ですね、僕は。あ、そうですか。すごい神経質。
神経質、はい、あんまりでも見た感じはそうは見えないですよ。いやもう僕は血液型 A 型なんですよ。一緒ですわ、A 型神経質、気遣いでしょ、気遣い。でも次の大事なことがあるとね、そのことばっかり考えてるんですよ。気になるでしょ、きっちりまたやらないかんでしょ。そうなんですよ、すごい完璧派なとこあるんですよ、完全派。そうそうそう。奥様は何型なんですか？O 型です。ああ。ザクバラ、ズボラやねん。ズボラですよ。そうするとあれですか、奥さんの掃除した後を見て回るとか、お料理のことに文句をつけるとかいうことは結構いや僕はね、うん、もう小さい頃から貧乏で育ちましたから、はい、何でも食べれますし、好き嫌いないです、うん、何でも食べれます。だからそういう意味ではうるさい亭主ではない。そういうことは言わないです。いやね、東京のね、あの文京区の春日町ですか、はい、そうですね、もう本当に一等地なんですけれども、今まではこれ引っ越す前はやっぱり文京区のマンションに。あ、マンション住まいだったんですか。僕はね、もうどういうそのわけかね、その寝るとこはもう狭くていいんですよ、はあ、豪華なとこ住みたいな気持ちないんですよ。帰って落ち着かないのでしょ、広いところは。もうトイレはすぐある、はい、なんかこう程度でこうやったらもう何でも一間で、はいはい、僕はもうねそれで平気ですね、うん、でもそれがどうしてね、豪邸を。いやこれ二人だったらいいけど、子供たちはもう、ね、自分の部屋欲しいよ、16年で遊びたい盛りやしね。ちょうどね、娘の方がやっぱりすごいですよね、やっぱりその部屋が欲しいっていう。それとまたね、ボーイフレンドにね来てもらってもね、それと周りがね、お金持ちばっかりの人が行ってる学校行ってるわけですよ。うちだけが貧乏ですからね。いや、そんなこと言わない。君は君で学校。いや、あの家で貧乏でしたらどんな形で何したかはまだ分かんないじゃないですか。だから僕は今日このテレビね、こう全国ネットでしょ、ちょっとしあいつから借金取り来るんじゃないですか、ね、そんな細かいことが細かくすぎますよ。でも家具はちょっと少ないですよ、これはね、いやこれはね、ちょっとね、引っ越すアイドルです、ガンスアイドルです。いやいや、ちょっと見た感じがね、違うんですよ、これはちょっと僕の計画があるんですよ。やっぱり長年お付き合いしてる方はたくさんいらっしゃるんでしょ、だからそのこれをプレゼントしてあげる、あれをプレゼントしてあげるという人がね、何人もいるわけですよ。だから僕もいただくものはいただきたいね。で、その街なんですよ、今待ってる、待ってる、待ってる、待ってる。とりあえずテレビ見ただけで、鏡は送ってくるんですよね。あまりにもかわいそうだから、あれはかわいそうで送ってくる。いや、でもね、やっぱりデビュー当時のね、兄弟を取っとくなんて、やっぱりまた素敵ですよね。なんか昔ありましたね、確かに蛍光灯がついてる三面鏡というのは。あれは奥さんのじゃないでしょ。いや、僕のんですよ。あれ持って回ったはず。そうです。あの地方とか行った時は、いや地方って家にね、あ、家だから家何回も引っ越しました。あれだけはちょっとこうピアノとあれだけは僕の財産で、考えてみたらあれだけはと言ってますけどね、あれだけだったんです。はい、しょうがなくずっとあれだけだったあれだけなんですか。あれだったらずっと30年。そうですか。で、スチュワーデスの奥さんと知り合った時にはもう大ヒットして大スターになってた時だったんですか。そうですね、うちの女房とは4年くらいですから、昭和40年くらいですね、知り合ったのは。その前にはちょっとありましたけど、それはちょっと区間がありましてね、で、女房が日光に入りまして、はい、その飛行機でしょっちゅうね、まあ、僕一番ご存知の通りは一番忙しい時ってのはもうね、もう一日何回も乗るじゃないですか。そうです、そうです。だからその時にね、あの当時の日光は札幌と大阪と福岡しか飛んでないわけです、はい、うん、だから飛行機もガラガラですからね、で、まあ、こう何回も会いますからね、やっぱり話もね人間ですからしますよね、で、お寿司で釣ったと、まあ、釣ったわけじゃないですけど、僕はね、女の子を例えば誘ってね、ご飯でも誘うでしょ、ずっとね、これ嫌いとかあれ嫌いとか言ってね、食べない子はものすごい嫌なんですよ。何でも食べますね。もうね、手挙げて、手挙げてます。それではね、ももちゃんはダメですわ。好きやけど、嫌いだらけやもん。だから僕はね、人をこう連れて行ってね、皆さんがこう連れた人がおいしいおいしい食べてくれるのがものすごい満足感です。おいしいおいしい、最後のお汁まで。風局行った時お願いします。ほんなら奥さんが、もう皿まで食べる気がする。そんなことないですけどね。まあだからそういう意味で、ああこの子は美味しそうに食べてんなっていう姿がね、うん、ものすごい良かったね。そりゃ寿司やったら食べるわ。でもね、羽川さん、はいはい、やはりね、もう歌手の方ってすごくモテるでしょ。ましてアイドル、アイドルですから、ね、奥様ってやっぱり大変なんじゃない。焼きもち焼いたり大変なんじゃないですか。ね、私結婚しまして、焼きもち焼かれたこと一回もないんですよ。だから一体相手は何を考えてるのかね。言うてください。いや、だからね、愛情がなくて、たまたま子供が2人いるから、
だからくっついてんじゃないかと、はあ、子供いなかったら逃げちゃってんじゃないかと。だからよくあのわざわざあのホステスさんが飲みに行ったら、ええ、その自分の自宅の電話番号を名刺にプッと書いて渡すでしょ、はあ、なんか渡すというのはありますね、はあ、でそれを北原さんが持ってって、はあ、とポケットかなんか忘れてると、はあ、その奥様が見て、はあ、あこれは電話自宅の電話番号書いたら女の人の名刺だから大切なもんだからってくれると言うんですよ。いや言いますよ、あの、はあ、あこれ大事なんでしょって、はあはい、なんでできたの、はい、だからそうならもうバッと破っちゃったらね、なんだってなりますけどね。奥さんここに彼氏いてるんじゃないですか。ひょっとしてね、いやいや彼氏いてるか淡白かのどっちかやな。いやいや自分の親がとりあえずこの人いてちょうだいという。でも奥さんこれ危ないですよ、はっきり言っときますけど、あの自宅の番号危ないと思います僕は。いやでもね、いや結構、いやそうじゃなくて、あの今ホセさんってほとんどでもあの自宅の電話番号って書きます。書きます。あ、そうですか。書きますよ、それはもう、必ず本命だけはないんですか。いや、じゃないんです、それはもう書きますよ、書きますよ、ちゃんと書きますよ。あ、そう、それはもう全然、それからそれからどうのってあれはないですよ。信じ切ってあるんじゃない。それはそうですよ。やっぱりあの奥さんも不安の一人違いますからね。いや、そんなことないですよ。いや、そんな話浮気されたことはないんですか、全然。僕ですか。さあ、寝言で言うとあるかな、カズカズ。男でね、うん、男ってのはいくつになってもね、やはり女性を見ればね、あ、綺麗だな、あの子は、とかってね、やっぱり思うのはあるけど、浮気したことあるかと聞いて、あの、はっきり言った方が、あの、ダメだったら切りますから、いつでも。切られない、生放送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 、僕は奇人でも変人でもありませんからね、遊びもよく遊びますよ。来ました。お祭りみたいな男ですから、大阪へ越して、仕事で来ますと、もう夜もどっかうろうろしてますよ。ちまたちまたに、家庭にこう揉め事を持って帰らないから奥さんもいいと思う。そうですね、そうですね、あの男ってのは解消で遊ぶべきだと思います。その揉め事を家に持っていくような人は僕はやっぱりいけないと思う。なるほどね。でそれとね、素敵なね、あの坊やね、改正行ってる坊やでしょ。大人大人です。そう、でもお嬢さんがいたらね、そんなんもうね、子供さんにかけた。そうですよ、今それどころじゃないですよね。でもお二人とも歌手にはなりたいとは言ってないんですか。いや、ないですね。ない、はい、長男は歌がすごい上手いですね、あの小学校の頃からよく歌ってましたけど、大変音感が良くて、僕なんかピアノ触らないと音分かんないんだけど、あの触んなくても音は分かるんですね。この音は身の音だとか。誰もうちにあったね。だからそれは僕に似たんです。うちの女王はカラオケ行ってみなさいよ、みんな本当に一瞬一瞬死因ですよ。笑っていいのか笑わってあかんのかいう感じで、あの家族対抗ってあったじゃないですか。あれで優勝したんですけどね、あの女房がまあとりあえず下手くそに歌ったんだけど、汗びっしょりで最後まで歌った姿が美しい。いやいや、素晴らしい奥様ですよ。はい、では次のコーナーではこの北原さんの交友関係、ね、これがまた広いそうでした。そうですね、もう新居に集う華麗な人々をご紹介しよう。どうぞ楽しみに。お知らせです。あのお宅でございますけども、はい、東京文京区といいますから、あの巨人軍の東京ドームのね、はあ、すぐ近くにもなるということでございますけど、ね、ど真ん中へ、ね、ど真ん中へ、言うと分かるわ。いや、すごいやさっきまであんまり分からない。ピンと来へんしょ、来けへんから。関西の人間は雨の奥言われても分かるけどね。分かるけどね、もう東京ドームのそばへと覚えていただきたい。ええー、わ、そで、こちらですごい何やらパーティーというか、ね、ったそうですね。あのお家を拝見いたしまして、ちょっとあの家具が少ないって大きなお世話でございます。大きなお世話でございます。家具が少ないけど、家具が少ないけど友達が多い。偉いもんです。友達が財産と言っておりますので、ちょっとこちらご覧ください。わかりました。自慢のお好み焼き、この名前が流れ星と言うんだそうです。でこれ今豚肉が入りました。そうですね、はい、天かすを入れるっていうのはこれやっぱりポイントになりますね、はい、これでちょっといけると思うんですね。で卵を入れます。これ全部入れますね、卵、はい、そのタレですね。タレ、ウスターと、はあはあ、それでケチャップをね、ちょっと入れるんですよ。ちょっと入れるんですか、はい。急に見てもできるもんじゃないですよ。これは今日はちょっと味はいいと思います。あ、これからですね、ちょっとお好みパーティーというんで、それじゃあ行きましょうか。はい、参りましょう。すいません、どうもお待ちしております。いやー、ね、これは関取ね、俺の作ったお好みね、
はい、皆さんちょっと行き渡らないと山内くん、これ、はい、随分といろんな分野からなんでちょっとご紹介いたしますけども、はい、まず山内さんでございます、山内健ちゃん、何年ぐらいですかお付き合いは。若い2人、映画をね、映画で2人が主演で、じゃあもう随分20歳ぐらい、そうです、21、21です。わあね、それから20、もう8年前ですね。ああそうですか。ずっと真空温めて大親友だそうでございますがね。ダブルケンちゃん、ダブルケンちゃん。そうか、なるほどね。そうですよね。ダブルケンちゃんという。でご隣がですね、見事に、この春場所優勝いたしまして、初めて。ああそうです。あと、大筒関でございます。どうもご苦労さんでございますが、本当にね。横にいらっしゃる奥さんです。ねえ。ですけど結婚されたんです。何？結婚。結婚。はい。かー、綺麗な方ですね。で、向こうがですね、はい、シーザー級っていうボクシングとシュートの、はい、シュートボクシング。今はもう理事長さんというか、はい、シーザー武君、ジムを持ってるということで、よろしくどうぞ。そのお隣が水前寺京子さんのもすっかりおなじみ旦那さんでございます、小松さんですね。嬉しいですよ、みんな来てくれて。あとずらっといらっしゃいますけど、みんなもう身内みたいな方ですね。そうですね、もうみんなそうです。はい、で山内健ちゃんもね、僕の25周年ってのがあったんですよ、はい、その時にね、僕はいろんな司会の方にいろんなお世話になったんですが、それとは別にね、やっぱり僕にとっては若い2人って映画が、まあ、思い出の映画であるし、自分の歌が映画になったってのも初めてだしね、そういう意味でまあ若い2人で、まあ、ケンちゃんとも長いんですよね。でも本当に素晴らしい友情を温めてますもんね、はい、あの時僕びっくりしましたね、まあ、いろんな歌手の方がいらして、当時日活映画に出られました、ね、非常に竹を割ったような性格です。そうですね、いい悪いからけじめがしっかりしてるんですよ、そういう意味でね、とても友達として新鮮に感じました。ああでしょうね、ここでですね、はい、ちょっと一つテレビご覧の皆さんに素晴らしい企画がございまして、なんとですね、実はもう皆さんもそうなんですが、北原さんがですね、直に歌っていただきましてですね、それで山内さんが踊っていただく、山内健さんのギターで北原健二さんが若い二人、はい、かー、これを一つ。君には君の夢がない、僕には僕の夢がある、二人の夢を寄せ合えば、そよ風がない春の若い若い若い二人のことだもの。いや、いや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 、もう今育代さんが体を微動だにせずじーっと聞き入っておりましたですね。いや、夏メロなんかでもね、なんで夏メロやると思うんですよ、私らから見たらね。その時に出てきはった時に、まだまだこんな夏メロ早いなと思いながらいつも見るんですよ、もう口ずさめます、そういう歌っていうのはね、いいですよ、いつまでも。いや、本当ファンだったんですよ。はい、ほんまにファンだったんですよ。違います、顔の色が。そう大好きで、もうちょっと、僕らよりちょっと後で沢田研二君とかね、あの辺のクラスじゃないですか。そうです、そうでしょ、年代はそうなんですけどね。もうちょっと僕らね、いや、ほんまそうよ、そうねって、そんだけインパクト、ほら、だから何百万枚っていうぐらいの価値あるから、やっぱりその頃からやっぱり芸能界って好きやったんですよね。やっぱり見る目あったんですよ。汗びっしょりでしょ、ギラギラ、よだれ出てました。私一番芸能界で好きになった男性が北原さん。いやいやいや、ちょっと今席が離れすぎですね、これ。離れすぎ、ね、こっちの席に、ゆめさんこっち、ゆめさんこっち。耳立てばっかになってるんですよ。いやすいません、マスター、ボトル一本。僕は北新地のバーやないですから、あったりは。いや、そうですか、じゃあもう。これからなんか舞台出た時なんかこう送らなきゃいかんね。はい、まあそれにしましても今お宅見てますと本当交友関係が広いというか、すごいですね。そうですね、僕はもう
とりあえず人間というのは一人でも多くの人とね、やっぱり知り合いになって、っ出会いを大切にしてね、でまあ人間死んだら終わりだけどね、やっぱり死んだ時はね、一人でも多くの人にね、やはりあの来ていただきたいというのが僕の人生なんですよ、人生論なんですね。あれはだから友情関係であんだけの人間集まってるわけでしょ。いやまだね、あの家移ったばっかりですからね、新居をやってないんですよまだ。よろしい、ケンさんはお祝い渡されました。はい、来ましたよ。はい、花。花ですかね。そんな細かいことは言ってない。チータからもね、こんななんか分厚い、だいぶ入ってってますから。だいぶ入ってる。家具をね。家具を。3年業。チェック入れてどうする。3年業うるさい。3年業。あれがちょっとね。あれね、ちょっと気づいとったからね。北原さんはね、実は大阪のご出身で、波将なんです。波将ですか。そうなんですよ。その先輩になるんです。八方さんの。そうです。どこの人も言わんほうがええじゃん。なんでですか。どうして。なんか値打ちが下がってる。なんで大阪値打ち。あのね、本当にね、僕なんか東京にまあ行って、もう30年近いでしょ。でまあ行ったり来たりしてますけどね。でも最初行った時にね、あの大阪弁でね、喋るでしょ。するとみんな笑うんですよ。そうですそうです。なんでね。だからね、僕ね、サブイボって言ったことあるんですよ。はいはいはい。なんや、それなんだよ、サブイボ。これ今、星さん分かります？今、サブイボって。サブイボ。今分かります？ね、鳥肌っていう。鳥肌。サブイボって言ったらいいね。笑われたの、僕は。分かりませんか？いや、いや、僕知らなかったです。サブイボって。知らないの、サブイボ。知らなかったな。歌詞は分かります？え？歌詞は。歌手？歌詞は。歌詞？歌詞は鳥ですよ。あ、最近それだったらよかった。それとね、もう一つね、僕はちょうど芸能界入ってカメラの人が僕の写真を撮った時にね、あなたの目はね、すごいここがね、何しか整形したみたいなあれだって言われたから、いや僕は二皮なんだってこう言ったら、ほらね、え？何？二皮って言うよって、嘘だよって言うわけ、二重って言うんだよって。いや私ら二カメなんですよ。それでカメラの人がね、聞いて回ったらやっぱり関西では二皮って。こういうのありましたよ昔は。今はもうね、もう大阪弁はもう喋りますから。今両方喋れますね。だからね、だから僕は大阪に来て大阪の人喋ってるともやっぱこう大阪が下がってきます。なるほど。そういえばさっきわー言わはった時、えひょっとして関西の方かなと思ったんですよね。同年代では梶光夫さんも関西の子出身ですよね。確かにね。彼はもう大阪の金持ちの息子でね。もう歌なんか早くやめればよかった。もうやめてよかったんですよ。今なんか宝石かなんか。すごいですよ。あそこ行って万博やったとこ行ってタクシー乗って、誰でも梶光夫のうち行ってくれ、全部行きます。そりゃすごい大金持ちです。だからいろんな仲間さんがいるけども、最後まで今現在歌をずっとマシに歌ってんのはもう北原さんだけ。なるほど、そうです。大変なことです。もうほんまね、継続は力ですよ。それでね、やっぱり青春っていうのついて回るわけでしょ。皆さんも一緒にね。その時のアイドルってあるわけでしょ。そうやっぱり歌っててあげると、その人たちいくつになっても一緒にこう青春を過ごしてるわけでしょ。だからやっぱりショーをやって、したらもう中にはね、こう本当に泣きながらこう歌詞を一緒に歌ってるってあるじゃないですか。だから僕はいつまでも声の限りね、やっぱり歌って、そして夏メロだけじゃなくてね、新しい作品をね、こうずっと続けていって、もう一回。ね、一流ベース行かなきゃいかんって気持ちでいつも歌ってます。歌手の方はいいですよね。こういつもし亡くなられても何々しのぶ会言うてずっとね歌ってきて、演技でも違うの漫才師の場合はね、集まってね、あの漫才よかったな、なんでやねんでやってくれへんでしょ、みんな。そうそうそう、歌手は心に残るじゃないですか、歌ってるのは。綺麗なものとしてそういう意味で言ったんですよ、私は。それを言いたかったね。そういうことは言うまで言うと、そういうないですよ。僕はね、前世の頃大阪へこうショーやりに行くでしょ。で司会は浜村純ちゃんやつ、はあ、で上岡龍太郎ちゃん、みんな同期ですわ。なるほどね。今営業って言ったらどんだけ高いか、ね、豪華メンバーですね。豪華メンバー。いやこの間ね、浜村純ちゃんちょっと司会やってもらいたかって出ましたらね、とんでもないですよ。使えません、高くて。ギャラが高い。昔の吉見で負けてくれません。いやでもとんでもないですよ。あの昭和プロってのはもうすごいやっぱり。では次のコーナーではその北原さんが芸能生活30周年でお出しになりました曲を、そうですね、歌っていただこうと思いますが、その前にお知らせをどうぞ。ありがとうございます。ゆきおさん、いよいよ北原さんが生でこれから歌を歌いますので、本当にもう寄り添いたいですけど、新曲ですか。新曲でございます。それでは芸能生活30周年でお出しになりました遠藤実さん作曲のこの曲をね歌っていただきたいと思います。流れ星です。どうぞ。
幸せ一つもやれないで心が騒ぐ風の街捨ててゆくんじゃないんだよしばしの別れ告げながら流れる星は流れる星は生きている夢にも酒にも優しい人だから素直だよ好き嫌いあると嫌になりますな。